皆さんこんにちは、ゆうやです。今日は僕のヒーローアカデミアの一番くじを12回引いてきたので、その結果を紹介していきたいと思います。解消から順に発表していきます。もう見えてるんですが、まず J 賞が2つ、そして I 賞が5つ出てくれました。じゃあまず J 賞から紹介していきます。はい、出しやすいように開けてみたので早速見ていきましょう。じゃあまずこっちから、はい、いきまーす。一つ目、せーの、ほい。うわー、やった！フォークスが来てくれました。嬉しい、かっこいい。やった、フォークスだ。いや、とっても嬉しいです。やったー。よし、じゃあ次、二つ目、せーの、ほい。おー、グラントリノでした。グラントリノだ。いや、好きなんですよ、グラントリノ。かっこいい、おじ、なんかイケおじって感じがとっても好きです。あー、やった、嬉しい、すごい、よかった。あー、嬉しい、いい引きでした。よかったです。やった。よし、じゃあ次にタオルを見ていきます。はい、それでは相性のタオルを一つずつ見ていきたいと思います。でまずは一番欲しかった琉球、琉球です。かっこいい、かっこいい女の人が好きなんですよね。なので琉球を、ちょっとここにか、琉球を一番初めに取りました。よし、次にミルコさん、ミルコさんもかっこいいですよね。イケメンです。こんな感じです。よし、続いてグラントリノ、グラントリノいいですね。で4つ目はフォークスです。フォークス、顔がいいですよね。イケメンですよね、本当に。これはね、好きになっちゃいますよね。そして最後はミッドナイト先生です。ミッドナイト先生、あった、よかった。おー、ちょうど欲しかった5つをゲットできました。相性がね、5つ出てくれたんで、よーし。よし、では次の賞を、紹介していきたいと思います。はい、それでは次の賞は、相性の次の H 賞が4つ来てくれました。もうこの時点で12回引いてて11個解消なので、フィギュアは1個っていうことになっちゃうんですけど、そのフィギュアが何なのかは後でちょっと紹介したいと思います。それでは H 賞を一つずつ見ていきます。はい、ではこれも出しやすいように開けてみたので早速見ていきましょう。はい、あ、じゃあまずラインナップはこんな感じです。琉球かミルコさんかファットガムあたりが欲しいですね。出てきてくれたら嬉しい。じゃあまず、はい、一つ目いきます。せーの、ほい。あー、バーニンです。一つ目はバーニンでした。あ、いいね、この表情好き。かっこいいな。はい、じゃあ次二つ目どうかな。いきます、せーの、はい。あー、マウントレディーだー。マウントレディでした。あ、かわいい。なんか、あざ笑ってる感じ？なんだ？眠いのかな？やった。よし。次、どうかな？来てくれるかな？次行きます。はい。せーの。はい。あー！ア
相沢先生、あ、かっこいい。相沢先生が来てくれました。あ、いいっすね。いい、いい。やった。やべやべ。はい、それではラスト。どうかな？来るかな？いきます。せーの、ほい！あはオークスだー。すごい。全部、ラバーチャームもタオルも、アクスタも、フォークスが来てくれました。やった。やった。揃った。嬉しいなぁ。やったー。はい。それではね、この4つでした。ちょっと組み立てていきたいと思います。はい、組み立ててみました。サイズも結構、なんか小さすぎず、ちょうどいい大きさだなって思います。測ってみたら、9.5 センチ。ぐらいで、このボールペンで見るとあれですね、ボールペンの3分の2ぐらいです。はい。ちょっと立たない、ここら辺でこんな感じです。はい、おはい。アクスタはね、好きなんですよね、この透明感が。透明感っていうか、もう透明なのがいいんです。はい、あとこう立てられるのが本当に好きです。飾りやすいっていうか、そうなんですよね、飾りやすくてとっても好きです。そうなんで、4つ来てくれたのは嬉しかったです。イエーイ。よし、それでは最後の一つ、フィギュアを紹介したいと思います。はい、それでは最後の一つはこちら、じゃーん、ミルコさんでした。いやー、嬉しい、来てくれました。ミルコさん、一番欲しかったフィギュアです。うん、ありがとう。多分まあサムネイルにしてると思うので分かっちゃってた人もいると思うんですが、嬉しいです、とっても。いやー、今回初フィギュア化ということで、やった。それでは、オープン。おー、こっちだった。おー、かっこいい。かっこいい。フィギュアの袋って、開けやすくていいですよね。とっても好きです。と言いつつ、電柱と言いつつ、あれ全然開かない。開けてみました。ちょっと近くで、おー、いいなー。あんまり、そう、詳しくは、なんだ、喋れないというか、下手くそなので、喋ることが。なので、ちょっと、無言で。ちょっと見せます。はい、全体はこんな感じです。おー、かっこいい。これは台座ですね。あ、かっこいいな。ちょっと待って、何センチだ、書いてあったっけな。はい、公式のサイトでは16センチでした。やっぱり今回フィギュアの種類がやっぱ多いので、ちっちゃくはないですけど、まあちょっとちっちゃい方です、でした。でも、そのすごい造形がよく、すごいいいので、よかったです。顔も全然表情がいい。いやー、よかった。ボールペンやります？いや、もう全然ですよ、ほら。16センチ。いえ。よーし、大切に飾っておきたいと思います。いやー、一番狙ってたので、もう本当に嬉しい。
嬉しかった嬉しかったです。出た時これはどうやるんだ、これでいいのか。よし、OK、やった。どこに飾ろうかな嬉しいな。よし、はい、ということで最後の一つはミルコさんが出てくれました。やったはい、今回は僕のヒーローアカデミアの一番くじの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。